はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続き、モンタースポーツさんで撮影させていただいております。いつもありがとうございます。はい、前回はね、公式を撮影したので、次はね、ちょっとこちらのね、軟式を見ていこうと思います。まあ、軟式の中で、ちょっとまとめてドンと1個のメーカーで絞って今日はやっていこうかなと思うんですけれども、それが IP セレクト with オンヨネ、はい、まあ、要は IP さんですねの、限定グローブの紹介をしていこうと思います。じゃあね、どうせもう手持ってるからこれからいこうかな。鬼広いね、ポケットこうなってる感じ。普通のグローブってこういう感じだけど、こうなってる感じ、なんか富士山の山梨側、静岡側みたいな感じのポケットしてますね。ここ見るとね、限定ってなってるので、キャプテンが限定なのか、このカラーリングが限定なのかちょっとあれなんですけども、まあとりあえず限定は限定で、キャメルとこれがね、ちょっとローズブラウン、ダークブラウン、濃いめのブラウン系のカラーで、まあどっちもね、一応系統的にはブラウン系統にはなるので、本体は一色なんで中学生軟式とかでも使えるグループです。で、 IP のね、内野手用の特徴といえばここのね、狭さなんですよね。前回の動画で紹介したアトムズさんと窓の大きさをね、比べてみると全然違うのが分かりますよね。ここの窓が狭いんで、ちょっと手大きい人にはっていうイメージもあるかもしれないんですけども、比較的ね、ここの余裕がある、手入れ口、まあ僕手小さくて、まあ薄っぺらい手してるんであれなんですけど、ここの余裕があるので、まあ僕ぐらいだったら全然いけるかなっていうような感じと、まあ皮なんでね、柔らかくなっていけばどんどん押していけると思うんで、なおかつ多分ね、だからこれすごい押しやすそうだなっていう、こういう押しがすごいしやすそうだなっていう、まあこっちにももちろんいきますし、でまあ狭いんでどうしてもね、このグローブ、あの指が圧迫こっちにされてくるので、そういう点を考えたら縦取りとか押し込みで取る握り替えがすごいしやすそうなグローブだなっていうようなイメージを持ちましたね。で、逆巻きの指股ありなんで、まあさっき言った通りポケットがどうしても広くなる原因、まあいい点でもありますね。握り替えがさっきも言った通りすごいしやすいグローブだなというふうに感じています。はい、これがまず1個目。はい、じゃあこれが2個目ですね。打って変わって大きい、マジでベルトもちょっと違いますよね。多分うん、両締めのベルトのスタイルなので、手首もこれは楽ですね。よりさっきのグローブよりここに隙間があるようなはめた感じのイメージがあります。これもね、指股ありの逆巻きなんでポケット自体は広いんですけれども、先ほどのグローブ、 HWEB のグローブよりかはめちゃくちゃ大きいです。なんでしっかりと包み込むようなタイプの肩のグローブとなっています。はめた時にしっかりと関節が最初からついてるグローブ、グローブの中の手袋内にしっかりと関節があるので、はめた時にもね、ちゃんとこうなってるんですよ、こういう風に手の形だから、ノンストレス。本当にはめた時、グローブがもうバーンとはめた時になってるわけでもなく、ほんわりと曲がってるので、しっかりと握り込みやすそうだなっていうような感じがしますね。で、さっきのグローブ一緒なんですけど、ね、ラベル、 IP さんもね、いろいろラベルの種類ありますけれども、同系色って言えば同系色なのかな、ブラウンとシルバー、まあシルバーはまあ同系色ではないんですけども、近い色としてはグローブ本体のキャメルの色と、まあこの革のねブラウン系の色っていう点では同系色に近いんじゃないかなって勝手に言っちゃってるんだけど、これがさっきのグローブか、統一感があるようなラベルとのねグローブとなってるので、そういう点もおしゃれだなというふうに感じております。こっちのグローブもこっちのグローブなんですけど、硬い、革のしっとりさもちろんありますなんですけども、もう本来のグローブの硬さっていうのが残ってるので、どういう風にでも片付けが可能そうだなっていうような、自分で好きな方っていうのをしっかりとつけられそうだなっていったようなグローブとなっています。特にこっちの方はね、大きいし、ポケット広い割には深いっていうので、まあ万能型、誰でも使い勝手がいいっていうような感じの方をしているので、まあご自身で、好きな風にやっていただければなと思います。で、お値段がね、まあ、こっちも、一緒なんですけども、税込みで35,200円となっています。軟式用にしてちょっと高いのかな、まあでも限定っちゃ限定なんで、もちろんね国際球人が使ってても全然大丈夫なグローブではあるんですけれども、まあ、中学軟式選手たち使えるカラーリングなので、まあ、ね、中学生もキャメル多く使ってると思うので、他の選手と違うようなグローブを使いたいっていう選手はぜひぜひちょっと検討してみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ次いきます。次はね、ちょっと本体2色カラーなので、国際球人向けの IP セレクトの限定グローブになります。はい、グローブと言いつつキャッチャーミットです。はい、このね、補給面の一切シワのないミット、滑らかすぎん、やばないこれ、この滑らかさ。まあ本体カラー、まあ大元となっているカラーがキャメル、先ほどの限定グローブと一緒で、これがね、ナイトブラックなのかな、ウェブとか一部とか
ネイビーなのかナイトブラックなのか、なんとも言えない色ですが、すごいおしゃれです。カラーリングがまず。まあこれもね、レギュラーバックスタイルなんだけれども、ベルトの閉じ方が普通のレギュラーバックとは違うといったような感じで。で、なおかつキャッチャーミットにしてはめちゃくちゃ広いポケットっすね。本当に広い。このポケットは。で、まあ若干横型で、ここら辺に、まあ、重心結構持ってきてるのかなといったようなキャッチャーミットとなっています。で、親指芯も今時な感じの、ちょっと薄めかな、感じのキャッチャーミットとなっています。まあね、これ多分構えてたら面がすごい広くて、ピッチャー見やすいんじゃないかなというような感じがしますね。ウェブの色も違うので、的としてはすごいいいんじゃないかなと思います。で、これもね、変わってんだわ。本当に硬いです。軟式よって、ちょっとね、錯覚しちゃうような。硬さのミットとなっています。まあ、これね、まあ、もちろん今言いました。硬くて広いポケットなので、こうやって見たら、ね、すごい浅く見えるかもしれないんですけれども、このヒンジ3本と、ここのね、ウェブの閉じ方的にも、全然折り曲げてったら、ボックスでも使えるようなミットですし、まあ、僕みたいにね、こういう、ちょっと引っ掛け取りなんかはすごい、片付けしやすそうなミットだなっていうのは感じましたね。じゃあ、ラスト行きましょうか。はい。ラストはこちらです。同じカラーリングのファーストミットとなっています。これもね、一切シワのない補給面、素晴らしい。ここもね、バックスタイルがレギュラーバックなんですけど、特徴的な閉じ方をしている。カラーリングも言いました通り、本体大元のカラーがキャメル系に、まあ、ナイトブラックネイビーのような色を部分的に使われているといったような感じのファーストミットとなっています。以前ね、多分黒と茶色単系の IP さんの限定のファーストミット紹介させてもらったと思うんですけども、それ同様でコンパクトめです。なんでハンドリングがすごい良さそうな、ミットとなっていますが、これもね同様で、まあ広くて、これもめちゃくちゃ硬いんですよ。なんで浅く見えるかもしれないんですけれども、コンパクトで深いような、これは実際ここがちょっと長めなファーストミットなので、手小さくてコンパクトに扱いたいんだけれども、深いミットが欲しいっていう方にはマジで持ってこいなミットとなっています。値段がキャッチャーミットも一緒だったんですけども、税込みで38,000円。単色の方が高いんだね。そこはちょっとびっくりしましたけども、むしろさっきの単色の内野用のグローブよりかも手が出しやすいような、限定にしてはめちゃくちゃ手出しやすいミット、まあ、キャッチャーミット、ファーストミットとなっているので、まあ、ちょっと気になった方はぜひね、モンターさんありますのでチェックしてみてください。はい、ということで本日は軟式の限定 IP セレクトのグローブの紹介をさせていただきました。モンタースポーツさんの各種リンクは概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではよいしょー、よーし、いけいけいけ、そう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 、視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。